なすがままに生きること、それこそが自由だ。私、あいつらのせいでほんと散々な目に遭ってるんです。時々考えるんです。旅の相手があいつらでよかったのかなって。全ての出会いは一期一会。あなたが彼らに会って共に旅することになったのなら、それが運命。たとえこの後どのようなことになろうとね。おい、俺はな、もっと強くなりてんだよ、タコ坊主。あの野郎に勝ちてんだ。聞いてんのかよ、タコ野郎。どうすりゃ勝てんのか教えてくれよ、タコチ。おっきなお月様。ちょっくら出かけてくら。ねえ、忘れてないよね。あ？ひまわりの匂いのするお侍さん、一緒に探してくれるんだよね。わかってるよ。忘れるな。うん？お前を切るのは私だ。振り返ってみると、ひどい目にあったりもしたけど、いろいろあって面白かった。あの時茶屋であいつらに会わなかったら、今でもあそこでバイトしてたかもしれない。そう思うと、やっぱり随行さんの言う通り、かけがえのない出会いだったのかな。これから長崎まであとどれだけかかるかわかんないけど、ずっとこの三人で最後まで旅できればいいな。きっとあの二人もそう思ってるに違いない。うん、そう決めた。